僕らの別荘。あ、来た。友達来ました。おつおつ。お邪魔します。ちょっと掃除中で申し訳ない。構わん。うわ、すごいじゃん。やば。何が？え？別荘じゃん。いや、別荘じゃんじゃないの。え、別荘じゃん。うん、まあちょっとあの。すみません。すみません。うん。お邪魔します。あの、マイファスのヒロです。はい。マイファスするボーカルのヒロです。あ、ボーカルのヒロです。よろしくお願いします。はい。すげえ！ちなみにヒロはですね、別荘をすごい見てくれてて、はい。まあ、そんなことから、ちょっと僕も仲良くさせてもらっていまして。いや、本当ですよ。僕からしたらスターですから、ね。大スターですからね。初めて会った時におかしかったもんね。はい。大スターになりました。その僕が、同期の芸人がバイトしてる、まあ、バーみたいなとこに遊びに行ってたと、うん、したらヒロがスッて入ってきて、おヒロだと俺は思ってて、したらヒロから僕らの別荘の石さんですよねって言って、周りはもうヒロだってなってるから、うん、そのなんでヒロが知らんやつにこう思っていや俺はもう一番嬉しかったよ。どのタレントにも嬉しかった。本当に松本人志さんより嬉しい。いやいや、そんなわけないんだ。マジで。本当に。本当に。やめてください。びっくりしました、ね。カニの動画。ああ、うん。北海道一緒にしたのはもうヒロです。そうです、そうです。はい。ヒロが、別荘のみんなにということでカニとイクラをくれましたんで。はい、すごい、自己肯定感高まりました。あの動画。あの動画はもうね、飯うまく。あんまヒロが、タオルペラペラ当たんない。だって当たんだから、この家。この家。あったんだ、ね、掃除中なんですよ。ちょっとごめんなさいね。すごいじゃん。適当に座ってもらって。やば、初めて来たわ。まあそうだね、初めてだね。嬉しい。うすごい。やば、うーわ。あ、これね。うーわ。やば。ちょっとなんだろう、まあいっか、みんな来てからで。何が？ん？なんか天聖さんも来るから。うわ、マジで。うーわ。え、緊張すんだ。いや、緊張すんだけどじゃないの。大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫かな。大丈夫。ちょっとケムちゃんは来れなくて、多分カズキもちょっとあれ。ええわ、ちょ、来れないんだけど。あ、よかった。あ、だからその、鉄星さんだけ。あ、会いたいけどね。あ、まあまあ、まあ、そうね。ちょっとそんな、怖いからね。一気に来た。一気に来ないです、あ、これ、これほら、タートルトークの。タートルトークの時の。あ、お出す、お出す。お出す、お出す。やばっ。やばい、やばい。鬼アウェイ。やばい。いや、これは何？今回ってるの？回ってる、回ってる。洗濯干してもらって、洗濯干してもらって。で、今断捨離手伝ってもらって。全部捨てないから。そんな。ほら、すいません、お邪魔してます。いいいい。すいません。別荘が。お世話になってます。やばいやばい、怖い怖い、怖くなってきた。何が？帰ろうかな。怖い怖い。なんでだよ。ほら、アウェイな感じ怖い。帰るんだったら僕来なかったっすよ。わざわざ。当たり前です。それは本当にそう。あ、わざわざこれ。すいません。いくらでした？2万じゃねえだろ、これ。儲けるとすんなよ、こんなことで。2万、ペイペイでいいよ。ペイペイ、ペイペイだからじゃないの。そこ引っかかってない。金額に引っかかってない。給料日後だからって、お前。分かって。ペイペイでいいんだけど。もう、ギターとかひどいね、扱いが。ひどいの？うん、ほんとに。時々引っかかる。え？え？誰？マイファスするボーカルのヒロです。え、ギターのテツです。ちげえだろ。テルだし。間違いない。ミス。ヒロ？はじめまして。はじめまして。はじめまして。本物だ。やばー、本物だ。いやいや、俺のセリフなんで。いや、本当に、やばそっちじゃないのよ。やば変だから、今、見てる人からしたら。え、ちょっと待って、怖い。絶対ヒロが、怖い。うわーってなる。うわ、やば変だから。え、今、ちょうど今、マイファーストストーリーに告白聞いてたの。やめてちょうど聞いてたのよ、今。怖いちょうどなわけねえだろ。未だに優先なの？俺優先好きだね。ちょ、座って、カズキ座って。何してんの？カズキ座ってよ。やばい、ちょっと待って、今野くん来れないって言ってたじゃん。いや、ちょっと今回サプライズさせてもらいましたよ。何それ？
何よ、ちょっとカズキ、お邪魔してます。お邪魔して、こんなと申します。ちょっとちょっと、カズキ座ってよ。やば、ちょっと待って、煙、俺煙、真ん中どうぞ。やばー、すいません、やばー、え、待って、やば、いい匂いする。ジョニーデップとかで、いい匂いする。ジョニーデップで言ってんの聞いたことある。やだやだ、いい匂いする。いい匂いさせてきてる、もしかして。いや、そんなこと、いつも通り。熱い、ちょっと脱ぐわ。やばー、熱い。ちょっと待って、ジョニーデップのブログすんな、お前。待って、やばいやばい、すんない。そのさ、マイファーストスクリーンバンティー、バンティーだけど、え、知らないこれ。誰がひらがななんだよな。マイファーストストーリー。後ろの手の込み方半端ないんだけど、マジで。何これ、これ、え、これ今のツアーの、え、これ今のじゃない、これ去年やってた、のと12ヶ月、のと12ヶ月ツアーのやつ。なんだお前、のと12ヶ月って。石川県ののと12ヶ月。のとに12ヶ月。そんなの俺らやってねえ。え、知らない、行かねえだろ、お前。のとに12ヶ月。誕生日始まり、誕生日終わりの。1月25日始まり。ほんとだ、ほんとだ。のとだけだ。なんで2年間誕生日のといいんだよ。ジャパンツアーじゃないだろ。のとツアーだろ、それは。でも一応ここにね、あの、刺激クス書いてきた。あ、やば。大好きなね。めっちゃ知ってくれてるじゃん。やば、ちょっと待って。仕込んでくんだよ。ちょっとめっちゃ。やば、そういう回じゃないから。やば。あ、違うの？うん。嬉しい。なんかやんないとと思って。やば、待って、その赤ずき来るってのは言わなかったのよ。俺だけだったね。ちょっと来れない。そう、初めましてでしたね。初めまして。うわ、やっぱ嬉しい。ね、変だもん、だって、なんで、マチはどこ行ったの。私今、ノトにいる。なんで、やってんだ。やば、びっくりした。女子女子じゃん。ちょっと待って、俺がこうなんないとやばいんだけど、懐かしいというか、こっちがもう上回りすぎてできないのよ、これを。ちょっと待って、ちょっと待って、変だって。いや、待って待って、変だって。こっちもいるんだよな。そう、こっちもいるんだよ。なんで俺だけ慣れてる。え、慣れた、ほんと俺に慣れるの。慣れるだろ。いや、こう、待って、やばすごいね、これね。嬉しい。何これ、うわ、やば、この画角。絶対ちょうだい、これ。絶対ちょうだい。やば、これ。こちこちで終わったから、タイミングが。全然ね、忙しくないよね。忙してあげて、ほんとに。明日から沖縄です。え、一緒に沖縄です。マジ？沖縄行くんやって。今月北海道と沖縄に一緒に行くことになって。すいませんね。お前です。飛行機もホテルも全部取りました。いや、すごい。これ、全部取りました。すいませんね。またなんか多分お土産ある。みんな買いました。僕用意するの。ありがとうございます。ありがとうございます。200円はどうも。いやいやいや、いくらも美味しかったです。ありがとうございます。本当にもう。で、もヒロが全部、あの、嘘みたいに捨てた。これは、いやでもね、捨てた方がいい。いらない、いらない、これいらない、全部いらない。多すぎますよね。多すぎる、絶対。でも、評議会とかでさ、できなくなるよ。まあ確かにね。でも、その時はね、別になんかちょっとずつ増やしていけばいいから。あるものでさ、対応しても。本当に。ボディペイントってとにかく危なかった。これ何なの、その、これはね、まあ、これもあのヒロ関連なんですけど、何、いやいや、俺が言い方、ヒロ関連の、ヒロ関連って言うの、まああんまりな、いや、ふざけんな、付き合いが違う、まあそういう付き合いの方が、なんでこんなやつじゃ付き合ったの、やめろ、そのいじりじゃん、いやいやいや、いじりじゃん、笑えよ。そう、ちょっとだから最近コメント欄でもさ、肌綺麗になったみたいな、うん、だって何してんですかって言われてんだけど、実はそのダーマペンをやってて、うんうんうん、言ってたね、でそれがもう消えた、一昨日やったから、もう今結構傷がすごいのよ。ダウンタイム中ダウンタイム中で、え、それがそうなの、これ見る、え、嘘でしょ、そう、これなんか落書きしたとかじゃん、違う、え、本当に違う、本当にこれ民族じゃん。そう、なんか、今のことなんか、そうだよね。なんか全体的に赤くなるのかと思った。こう、ラインというか。そうそう。だから本当あの、交差点で寝っ転がってたやつみたいになるんだよ。その、縦にもこう、タイヤで引かれてるみたいな。ん？ヒロは笑えよ。笑わねえよ。見たかったやつじゃない。笑わねえよ。笑わねえ。煙がいても笑わねえよ。笑わないでカット。そうそう。ちゃんと。カットね。笑わなかったとこはカット。笑わなかったとこはカット。そうだからちょっと、その筋の方に。その筋の方にちょっと傷をつけられてる。傷をつけられてるんです。だからちょっと参りますか。すごいね、本当に。これで綺麗になって、間違いなく。つらくて。それも変だからね。なんで？絶対変だもん。
なんでお前黙ってタダで行ける飯とかなんかわかる。そうそう。飯おごるみたいなんて。そう。そう黙ってもおごる。意味わかんない。黙っておごる。おごられるって言って。で、しかも俺もいないしね、その場に。そう、一人で行って。そうでしょ意味がわかんないもん。で、なんかしかも、この間、なんかその人たちも、最初は知らなかったけど、ひよと一緒に行って、そっから動画見てくれるようになったのよ。ああ、ありがたいね。そしたらなんか、そっからちょっと対応が変わって、うん、なんかその、もうすでに知り合ってたのにもかかわらず、うん、その後から見たら、すごいなんか、あ、YouTube 見てますって言って。なんでだよ。なんかあの、最近太ったっておっしゃってましたよね。からちょっとあの、脂肪冷却っていうのがあるんです。うん、そう、脂肪は、その、普通他の組織より早く、こう、固体になると。お鍋とかもさ、ほっとくと表面になる。を利用して脂肪細胞を冷凍して殺して1ヶ月2ヶ月で体からこう出てくるできるんですって。それ知らない知らない何で知らないやってたこっちもなんかそれこいつ無断でやってたなんか昨日も会った時になんかさやったんだよねって何だよって言ってそれやってあともちょっとすっごいよちょっとだからあんまこっちは見せないと思うけど、うん、うわー何するんだって俺じゃない。やめすぎ。何をするの。筋の方から。やめとけよ。ギリそう。ありがたい。ありがたいご指導なんですけども。やばい先輩じゃん。絶対つけられた方がいい。ギュってつまむの。あの機械で吸引してギュッ。痛いの。痛い。あざすごいじゃんだって。うん、だからもう殺されてるから。うわ機械でブワッて吸ってそれをめっちゃ冷却する。こっち側だけ。いや冷たいの。こっちもあるし。確かに冷たいのそれ。壊死してるってこと？まあ面白くない。アポトキシンみたいな。コナンのアポトキシンが面白く。左右で色違って。左右で色違って。ちっちゃくなっちゃうじゃん。なってるの。ここだけちっちゃくなる。ここだけちっちゃくなる。ここだけつうのはそのまま。すごいね。そう。だからこれが、その、出てくるし。出てくるんだ。そうそう。1ヶ月、2ヶ月くらいかけて、汗とか、あの、あ、徐々に出てくるんだね。そう。でも、死んだところはもう、だから脱毛に近い感じ。じゃあもう、太りにくくもない。そう。すごいじゃん。その脂肪細胞は死んだから、もう、なくなるんです。へぇー、じゃあそこに脂肪つかなくなる。つかなくなる。すごいね。そんなのがある。多分そのうち多分次回ぐらい行ったら整形してるかもしれない。普通に別人にして返そうかな。別整形とかまであり得る。全然笑うから今やってくれてもね。それは分かりやすくして。分かりやすく。面白く分かりやすくして。なんで面白い。やるんだったら。なんでその鼻逆につけるとか。なんだそれ。面白くね。笑えねえ。面白くね。今度と同じ顔にしてきた。めっちゃおもろい。反発のコンドと挑発のコンドがいける。いけるってなんだよ。めっちゃおもろい。いや、やだよ。見たいわ。なんでカズキにしなきゃいけないの？これ。ありがたい。すごいね、マジで。変なつながりだよな。めっちゃね、仲良くさせてもらってる。それも別荘のおかげですからね。びっくりしたもんね。だから、初めてこういう歌った時も同じリアクションになったよ。そう、本当だ。懐かしいと思って、これ見た時。あ、へぇーって。本当に。で、泣きそうになっちゃって、本当に偶然。泣きそうになっちゃった。だから、その、もうちょっと喋ってたけど、あの、ケムリさんと、ヒロのマネージャーのルカ君って方が、ばったり会いましたって話をさ、ちょうど俺ら撮影で聞いてたじゃん。はいはい。の日の夜だから。に、たまたま。に、夜に、あの、あ、なんか言ってた。そうそうそう。バーに行ったら、入ってきて。僕らの味噌。僕らの味噌。びっくりしたよ、ほんとに。てかもうそもそもその、紹介するみたいな男の子が、ちょっと、あの、僕の同期あっちで飲んでて、みたいな、軽く紹介してもいいですかって。ああ、みたいな、全然、みたいな。あの、石井って子で、みたいな。へえ、みたいな。YouTube やってるんですけど、みたいな。んってなってる。もうその時点で、んってなってる。かなりね。ね、あの、令和ロマンとかと一緒にやってる。あ、もうやばい、まだ。あ、もう確定みたいな。めっちゃそわそわしたし、俺だけ。あ、来た。すごくて。いや、どうもって。なんてだよ。めっちゃ怖くて。周りも巨大。うん、お、ヒロだけど、ヒロがペコペコしてる、こいつ誰？そうだよ。いや、すごかったもん。そっから隣に座ってもらって。一緒にちょっと飲みましょうって言って、まあその日から仲良くさせてますよっていう感じですよ。でもその動画での知識しかないから、みんながその、いや、今夜も酒飲めないじゃんみたいなの言われてるの知ってるから、何が何でもこの人に飲ませられない。もう乾杯、いや、僕飲むでも。もう全部僕飲む。先輩でね、そのもうすでに知っていたとかも、まあちょっと飲めよみたいなあったの。そしたら、え、ちょっと石井さんは40ぐらいの偉い人だけど、お前が飲め！お前石井と言うな、お前
誰に伸ばしてんだお前。なんだお前。何十個ぐらい。何十歳って。レン。変な、変な関係がある。一緒に泥水伸ばしてる。そっから。そう、そっから。そっからの付き合いです。そっからね、ずっと遊んでもらってね。ずっと遊んでもらってて、昨日も一緒にいて。沖縄。何泊？三泊。だから撮影日に帰ってきて1位じゃなくて3の午前午前中ぐらいに帰ってきて帰ってくるの、はい、ちょっとお借りします。いやいや全然もうそれはもう、 もう楽しんでくださいって楽しみたいと思ってます私もせっかくそうだ楽しまなきゃ失礼だ楽しみたいなと思っています。精一杯楽しむ全力でそのね手抜いて楽しむ精一杯楽しむお前はそんな感じで、まあ、今日もね近くにいるっつってちょっとそうそう、え、この家は初めて、あ、だからもう今すごい状況俺はもうあの動画に見てた場所も本人も交えてありえないですこんな状況掃除で強すってそれでお前やばいってやってることやばいってお前マジでいやだからあのカニの貝とかもうすごかったけどね俺の自己肯定感やばい、 いやだから名前出していいのかながあったんだよねあそうそうそう一応あの時は出さず俺はもう全然良かったんだけどあそうだったんだ、うんうん、まあもうなんかそっちのね見え方のあれもあるだろうし全然なんか邪魔だろうなと思って俺は全然ないけど、ね、もっと言ってかないと別荘が面白いとそうだよ、うん、いないんだな俺らのこと言ってめちゃめちゃ広めてます本当はい、いやでもこれは実際これマジです一緒に飲ませてもらう時周りの人とかはもうみんな知ってる、うん、みんな知ってますし えげつないほど俺が広めてるんだよ一回ツアーにね見させていただいた時にスタッフさんとかもみんな知ってるし、ライブ中にとか僕らの別荘もうちょっとそ表でもうちょっと表で言わないとライブのさ MC あなるほどねそれで YouTubeみたいな確かに僕らが別荘いるんですけどちょっとステージ出して出してなんかいるんだいるから俺はあ いるから沖縄でやろうじゃんおマジで出すの何人ぐらいの規模のさそのライブを今なんか全国ツアー今全国ほんと47都道府県全部回っててあじゃあ能登も能登は行けない能登行かない金沢金沢かさあ沖縄のバティオスバティオスだけで新宿バティオス地下芸人が出る100人の何を知らないわバティオスですねゼップみたいなところで3000人ぐらいのところでやってるんだ全国各都道府県もそんぐらい人が来てで、まあ、来月東京ドーム今 何個目今も46個目で あもうそんなに沖縄が最後ファイナルで11月東京ドームそう東京ドームで、まあ、お兄様のねワンオクロックとマイパスの対バンで東京ドームで兄弟が立つっていうのはこれ史上初とえそうなかなかね多分ドーム自体で対バンっていうのがあんまなくてああそうまあ大体ワンマンじゃないですか、うん、山上兄弟だったらワンマンできるキャパが無理だね山上兄弟で5万人は山上兄弟でいけない5万人無理だよあんな手元見てなんぼだもん手品兄は手元見たいじゃん手品兄ちっちゃい手品兄見なきゃいけないんだよ種も仕掛けもありほうがその距離でやるのかそれに向けての、ね、ああそういうことかで最後5万人で それが11月の18とかだっけ14か全然違う、ね、14この辺ね1日だけですしもうすごいチケットなんてもうあもう完売即即即だし揉めてます今ファン同士がなんで私が取れないんだみたいなずっと応援してたのにみたいなまあでもこれはもう本当にもう運ちゃう抽選だからね2つのファンが入り乱っちゃうとどうしてもそれはね、うん、倍率の比高くなっちゃうからねそうだししかもなんかもう配信もなしでワンデーでこう伝説的な夜になるんじゃないの、うんうまいやばい軽んじるなよあの人の初のドームが本当だよ軽んじるなよドームアーティストお前やるんじゃないな誰だ急にお前どこの何のキャラなんだよそれやばい昼は許すけどファンが許さないそうだ本当だ今のそうだよ今のは良くなかったお前マジでそうだよ俺らなんて80人完売してうっしゃー80席うっしゃーって言ってんのそうだな本当に5万すごいですよ、ね、いやいや本当にめちゃくちゃ僕は友達に広めてるありがとうございますちょっと表でもね広報活動お願いしま す、ね、タレント勢にめちゃめちゃ広めてます私あ本当に、その言える範囲でまあ最悪まあまあ切ればいい ピーあの口だけ隠してもらえればピーは入れるんでその伝えて
そっからちょっと継続的に見てくれてる。見てくれてる人みたいな人って。ピーですか、これは。ピーで使ってちゃんと口隠してた、大丈夫。あ、隠してたから、まあまあ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっとだから、もうちょっとね、表でも言ってます。なんか裏はね、裏はもう十分やってくださったのも分かってるから。そうですね。やっぱ。そうですね。俺やっぱさ、ファンだからさ、その、広めたくないと独占欲がすごい。ああ、そういう気持ち。自分だけを、この、応援してるんだって、その、遠くにいてほしくないって思いがすごい。人気なりすぎて冷めるみたいな人もいるもんね。まあまああるよね。しいね、うん、そうそう、その心理がようやく理解できました私。あ、なるほどね、うん、それをされる側だったけど、そうそう、今回初めて俺も思ってた。いやいや、言えよ友達に広めろ、ライブ連れてきてやれよって思って、うん、分かりました、その感情が。そうな、自分だけが知っときたい。そう、でももうこれを機にね、うん、これを機にバシバシってバシバシ言っていきます。バシバシ。でも時々ね、うん、リツイートとかしてくれてたから、うん、ツイッターでね、俺らの投稿を。あ、そうなんだ。そうそうそう。だから、あ、なんかちょっとこう言ってくれてんだと思ってたの。ありがたい。ありがとうございます。なんだか思い出してたんです。ちょっとだから、ツイッターのプロフィールとかもちょっと。僕らの別荘。マイファーストストーリースラッシュ、僕らの別荘。俺何なの？出てこないんですよ。スラッシュに入れといてもらって。スラッシュ食べみかこ。食べみかこ。ファンのね、名前、ファンの愛称名前で。食べみかこ。やっといてもらってね。それなんか、このクラスだったら本家の食べみかこ。確かに。ややこいな。ややこいな。ややこいから。字も一緒だし。そう、字も、いや、字も全く一緒。これはどうなんだろうね。今、これサブだからね。これサブだよ。これサブ。何してんの？サブ。サブ。メインはおこがましいかな。サブがいいの？サブの方絶対良くない？いいけどメインだったらメインでね。そう、なんかね、ずっと言うのが、その、怪我したくないみたいな。4人の空間がいいから、そこに俺が入ってんのはみたいな。そう、キモリも言ってくれてて、でよ、やってよみたいな。一緒にやろうよって言われた時、いやもう本当に無理っつって。絶対4人だから空間をみんなは望んでるし、俺なんかが言っても何もできることないよみたいな。出てくれよ、そんなの。ね、出てもらう。まあまあ、じゃあまあ確かに4人の邪魔だから出ないでいいけど、波及はしないと思ってた。ツイッターとかで言わないと。言わないと。発信していかないと。発信していかないと。何人フォロワーいんの、あんた。いやいや、やってくんないと。頑張ります、頑張ります。それは。確かにね。いや、いい回になったな。初対面の感じしなくて俺こんなことやってた。初対面の感じ、なんかずっと話聞いてたから、あ、確かに。確かに、俺も仲良くしてるしね。そうだと思って。広漫談をね、石がしてくれるからね。まあ面白い。この間ここに行って、こんなことが。面白い。土地狂った話しかない。ほんとすごいよ、やっぱ。ほんとにすごい。レベルが違いますよ。話せる話があんまないんだよ。話せる話はない。話してる。そういうの重調発してるんだよ。そうだね。そうなんですね。聞いた感じ。お金がすごいよって話。結局、何の話してるって。そうなんだよね。お金っぽちっているよって話だから。で、俺らその話聞いて、100円のウイハス4個開けて。そっから100円のウイハス4個開けて。そうですよ。楽しく。いや嬉しいね、でもなんか。ついにというか。そうね。この機会。いや、めちゃくちゃ嬉しい、本当に。うわぁ、嬉しい、やばい、夢叶っちゃったなぁ。ずっと言ってたもんね。次はだってマチがいるときに来てよ。いや、そうね。死んじゃう、そんなのもう。ちょっと遠い感じ。死ん、いや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 、もうそんなのいくらでも飛ばしていきますよ。来てよなんて言っていいのかわかんないけど。やばいわ。でもなんかこの反応見ると、俺の方が上に。いやいや、もう圧倒的アドバンテージ、そっちで使えるだけで。うん、来てよ。次の、来てよ。ぜひ、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 やめろ。先輩にもこんなことやってくれ。ハイドさんにもこんなことやってくれ。やるよ。ハイドさんには。ハイド僕らの別荘。ハイド僕らの別荘だ。嘘。過去どのタレントあったより嬉しいって言ってる。本当にそうそう。本当にそう。マジで。それこそさ、その芸人的にはダウンタウンさんとかも共演して。え、全然緊張してない。全然緊張してない。え、好き、大好き。やめてください。どっちからめっちゃ見てるし、もう大好きだから。やめてください。会った時、おい、おい、おざます。ああ、まっちゃんだ、ぐらい。で、これ挨拶行ったことなかった、しっかり。行けよ、行けよ、普通に。いや、嫌かなと思って。ああ、まあね。もう死ぬほど、まあ、嫌だよ。みんな来るからね。そう。どうせそんなされても嫌だろうし、楽屋にいんのにさ。だからっていうのでずっと控えてて、ある時なんか行ってみようかなと思って、パッて行ったら、ようやく来たのって。バレてた。バレてた。ずっとバレてた。そりゃそうだろ。
甘いなって思ってた。松尾さんも。本当すいません。そうね。でもヒロの話めっちゃ面白いから今度なんかそういうのがめっちゃ面白いから言われて話させるの。本当だね。今度ね。あるってもいいかもね。まあまあまあ本当にね。生い立ちがやっぱさ、まあもちろんお家柄もすごいじゃん。そんな話がめっちゃ面白かった最初の時。あ、そうなんだ。その振りで話して笑えなかった。誰相手にしてると思ってる。そんなことない。本当にやめてよ。面白い。出来上がってたもんね。やっぱ。まあね。初めて会った時。だって最初に聞かれちゃうでしょ、どうしても。そう。その辺で。そうそうそう。自己紹介的にもね。そう、俺は完全にそのマイファスのヒロで入ったから、そっちは別にいたんだけど。でも周りから見たら絶対そこがスタート。そうそうそう。特に年配の方とかを見たらね。そういった方がね、伝わりやすいよね。神の子みたいなのさ、受けるからね。だから、おじいちゃんとかおばあちゃん、温泉とか行くと、あの、森進一の息子なんですけど、つって、バスタオルいっぱい出てくる。やめえ、そんなに。一枚で。そんな行くかな。温泉のお供え物ってバスタオルなんだよ。神様へのお供え物ってバスタオルなんだよ。すごい。だから、あの、民会、ね、なんか民芸会みたいなやって、なんかもうおじいちゃんおばあちゃんさ、ゾロゾロ寄ってくんだよ。ウォーキングデッドみたいな。ああ、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 終わるか。もう時間も時間だよね。そう。行かないと。ごめんなさいね。全然全然。ありがとう。お掃除も出させてくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。沖縄のお土産楽しみにしてます。はい、買ってきます。なんだろうなぁ。おいしいなぁ。パイナップルかな。パイナップル。そっちのイメージない。パイナップルかな。伝説的な夜になるんじゃないの。お前ね、カルンジュルだよ。人の初のドーム。本当だよ。カルンジュルだよ。ドームアーティスト。